はやっていきましょうか。バイオハザード6。ついにチャンネル登録がぶっつけ。ということでね、まあ、あの船に乗り込むね、あもう新手の美女、新手の美女っておかしいな、はい、もうあのもう この上ないもう絶世の美女をですね、あの眺めながらですね、眺めながら自分が操作をしながらですね、バイオシックスやっていきましょうか。エンブレム破壊の旅ということでございますんでね、はい、まあ、エンブレムなかなか難しいね、やっぱりいろんなところにね、まああの下調べをして今回臨んでるから、もうサクッとね、あのエンブレムあのどんどんぶちのめしてるところでございますが、よいしょと、はい、刺さったことに気づいている間にもうすでに爆発資産さよならバイバイ、俺はこいつと旅に出て、ここなんかいろいろも開いてるんだよな。でもあそこのさ、なんかさ、こういうさ、なんか通気口みたいなところとかがさ、なんかネジ開けられてるっていうこととかを見るとさ、もうすでになんかクリスたちが通ったんじゃねえかみたいな、そんな見え方もできるけど、まあ実はそうじゃないっていうオチだったりするんですよね。うん。ということで、あそこ、なぜかこっち行くためのパスコードも、あの、開けなきゃいけないっていう、結構、鬼畜仕様になってるってことですね。まあじゃあパスコード開けるたび出ていくしかないわね。認証パスコード3つ探すしかないわね。さ、じゃあお兄さんとタイタニックしていこうか。はい、お兄さんって言ってしまった。あれ、今俺どっちって言った？下手くそー！よいしょ。バレてる。やばいやばいやばい。よいしょ。で、撃たれてる。爆発ー！さあ、まず行こう。あれ？あ、1個目ゲット。すいません、ごちそうさまです。ジュワン。オッケー。うわー、上から入ってきたー、上からニュルニュル登場。こいつあれだよね、こいつとさ、あのなんだっけ、リベレーションズに出てきたさ、あー名前忘れた、ウズとさ、なんかちょっと似てるよね。そのあの何、攻撃手段とかさ、そういうのはあの別だけどさ、そのダクトをくぐり抜けていろんなところでヌメヌメ登場するっていうのがもうまさに一緒って感じがするよね。ピキッてー、だすごいよね。あんな撃たれてさ、刺さって痛いよーってなってるっていうはずなのに、すぐに反撃を開始してくれるって、すぐに反撃を開始するっていうところが、やっぱり、ウイルスの影響なのかもしれないですよね。あれでも、あ、そうか、今んとこあれか、爆発してるからか。いや、なんかあの、全然変異してこないなと思ったけど、まあ、爆発してたら、ただ変異もするんですが、もうなく、あれだよね、砕け散ってるって感じだよね。で、アイテム拾って、こっち、あ、ロックって書いてあるね。うん。Huh. Locked from the other side. そんな悠長なこと言ってる場合か。はい。じゃあ、回収。あ、いけないな。カチカチなの。オープン。まあ、あんなね、あの、カチカチの扉を開けることができるなんてね、もう本当にね、あの、ゴリラしかいないからね。まあ、2トンのね、岩をゴロゴロ転がすことができるパワーを持ってりゃ、あんな扉なんかね、一発蹴ったら、ウェイーっていうとこだもんね。ということで、オープン。いいよな、船旅行くんだったらさ、まあ雑魚寝のところか、なんだっけな、あのなんか二段ベッドみたいなところでしか僕船旅をしたことがないから、こういうちょっとね、豪華客船っぽいところでね。てかでもこれいろいろおかしいよな。あ、そっか、これあれだな、そのだから客船というよりは船乗りたちのためにいろいろと用意されている豪華なお部屋っていうところって、そういう認識でいた方がいいのかなってところだよね。うん。まあ、それは仕方が安明ってところだよな。こんな船にお客さんとして乗り込んだらね、そこかしこに罠と武器が落ちているってなったら、もう超びっくりって感じになっちゃうもんな。うん。なんでそんな、この、あの、おっさんがギャルっぽく喋ってるのか、ちょっと気持ち悪いけどな。こっち側、こっちなんか作戦指令室、スーパーよ。ほい。二つの、はい、痛い。はい。砕け散る。そんなところに落ちてなかったよ、パスコード。ああ。お得意のゲームの押しようでございますね。あれ、ちょっと待って。後ろから。ああ、こいつ下半身と上半身が分離してやがる。下半身が私にいたずらをしてこようとしているが、上からは、マンをしようとしている奴がいる。Okay. 残念ながら、他の道を探さないで、開けることができませんっていうことですね。うん。で、まあ、一発で。OK! じゃあ、やろうか。待って、ちょ。完全にあれだね、糸腸をまとめてなんか吸い取っちゃいましたみたいな、そんな感じになってるけどね。中に入ってきやがって。あれ一瞬で爆発した。いってーなんで
なんかよくわかんないね。なんだよ、もうどこにでもいるよな、ほんと酔っ払い。酔っ払いにはもう制裁加えてやるよ、ウェイン。はい。まあ、あれでね、あの胃の中に入ってたアルコール全部ぶちまけることができたんじゃなかろうかっていうところなんでね。うわぁ、ちょっと待って。熱っ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 。避けます。危ない。唐突にこの QT が現れるっていうの、本当にね、キーボードとマウスからお手手を離すことがね、見たい。Let's see how you handle fire. さあ、この炎に耐えられるかしら。いや、私無理です。あの、ほんと暑いのも寒いのも苦手なんで、できればあの20度くらいがちょうどいいです。はい。なんかあの、あれらしいっすね。なんか人間の脳がさ、なんか、あの、正常なその働きをするのって、まあ、18から20度くらいがちょうどいいですって、みたいな、そんならしいですね。だから28度っていう温度設定の中で、勉強とか仕事をするのっていうのは、まあ、本来その、脳を正常というか、なんかあの、気持ちよく動かすためにはここって結構むずいな。なんか、いろんな敵がまとめて出てきてるって感じだもんな。うわー、全然隠れられてないけど大丈夫？ねえ、まあ、こっちも隠れる気ないからね。もう、いろいろと爆発させていく。ふい、ちどん。な、開いた？いない？なんか、砕け散った後だけは見えるけど。いやー、ちょ、入る前から、もしそれがお前味方だったらどういうつもりだったかってなっちゃうけど、大丈夫？まあ、敵だったからいいんだけど、痛いの。痛った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 の。よいしょ。あ、なんかまた一緒あの、あれ、おっぱい。美しい。なんてしてないんだろうね。うん。そのサイズだったら、さすがにした方がいいと思うよって、個人的には思うんだけど、皆さんはどう思います？まあ、しないからこその美しさっていうのがあるかもしれないですけどね。まあよくハリウッド女優なんかこう裸で寝るっていうね、そんなんがあるっていうのなんかよく聞いたりするけどね。やっぱスポンポンで寝るってね、僕もね、うぃー！おちんちん3本生えてる、下半身が走ってきた。うぃてーおう、腕が2本生えている、上半身が落ちてきた。腕2本は普通だ。そうそう。うん、僕もね、一人暮らししてる時に一時期ね、真冬だけど真っ裸で寝てたっていう時期があったけどね。あのね、衛生上どうかっていう問題一個ある。あとやっぱでもね、裸はね、裸で寝るとね、結構気持ちいい。で、あの、裸で寝ると、その寝る時って結構体温が上がるんだけど、起きる時って多少ちょっと体温が少しずつこう緩やかに下がっているところで、まあ、なんだろう、起き上がるっていうか、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、そんな感じになってるっていうところなんで、まあ、裸で寝るっていうことはですね、まあ、一人暮らしの方おすすめですし、まあ、ご家族が許可をいただける、ご家族の許可が奪えるのであれば、奪える、まあ、取れるのであれば、まあ、裸で寝るっていうことはね、まあ、おすすめしたいかな、というふうに思いますけどね。うん。まあ、僕はもうね、裸で寝るなんてことはもう、果てしなく、家族に許してもらえないから、まあ、仕方なくね、せめてタンクトップでってね、まあ、できればね、パンツとタンクトップで寝たいなって思うけどね、やっぱ下着姿で寝るっていうこと自体がね、もう女の子のいる家なんだから、そんなこと、こんなところでニョキニョキ入ってきたっけ？まあ、いいや。まあ、デレさんの無限のこのパイルボムのおかげでですね、はい、もう、ありとあらゆる敵が爆発資産していくっていう。気持ちいい！すごい、ひっくしてる。立ち尽くすー。ちょっと待って、3本のおちんちんが走ってきた。よいしょよいしょ、オッケー。でまだいる。こっちはあれだよね、こっちは確かあれだよね、okay. クリスたちが来るってことね。ダメに他の道バリエーション、語彙力が。でほい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 、拾って拾って、キック。クロスボウ使ったら、クロスボウ若いのかな。はい、お留守番してなさい。ここでこんなセリフがあったっけ。エイダモンバースのギルクシーシモンですね。まあ、カーララダミスだけど。There's my evil twin. まあ、あれらしいっすね。なんか、だから、カーラが、エーダモンとして生きていくための、なんか、訓練というか、調教というか、そういうのを、シモンズにされたがゆえに、まあ、ちょっとシモンズって、なんか、安定を求めた世界を求め、安定する世界を求めているっていうところがあって、それをもう乱してやろうっていうことが、まあ、カーラ・ラダミスのね、なんか、復讐心というかな、そういう、まあ、ところに落とし込んでいこうみたいな、そういう思いがあるっぽいですね。で、それを、まあ、Wonder when I'll get to meet this doppelganger of mine. 触れて結局まあ何もすることができませんでしたってことですね。まあじゃあ一旦無事パスコードを手に入れて無事次進む、あれなんか一瞬でエレベーターって言ったな。まあ、無事進むことができたんで一旦まあ区切りがいい。今収録時間多分10分いってないくらいなのかな。はい。と思うんですけど、とりあえず監視カメラは爆発しておきましょう。映っちゃやーよ。はい。
ということでね、今回のパートは一旦以上とさせていただきたいというふうに思います。最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。英大編まだまだ続きますよ。ということで今回エンブレム1個も出てこなかったね、まあ、多分次回はエンブレムおそらく出てきてくれるだろうと信じてやっていきたいというふうに思います。ではまた明日もチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してお待ちいただけたら幸いです。ではお疲れさんでした。さよなら。バイバイ。